はい、川添です。今日は美濃屋食堂さんに来ました。で、今日も美濃屋食堂さんでデカ盛りを食べます。で、今日食べるデカ盛りは、チャーシュー麺の大盛りです。味は醤油ベースとなってます。で、2品目が、オムライスの大盛りで、3品目がカツカレーの大盛りです。いや、何回来ても美濃屋食堂さんの大盛りは半端ないですね。で、今日初めて麺類の大盛りを食べるんですけど、麺もかなりの量が入ってます。で、チャーシューもすんごい美味しかったです。今まで美濃屋食堂さんでデカ盛りはほぼ、ご飯ものばっかりだったんですけど、初めて麺類食べてみて、麺もすごい美味しいですね。この醤油ベースとなってる味もすごい美味しいですね。麺類他にも冷やし中華とか、あと豚骨ラーメンとかあったんですけど、これもまたいずれ食べてみたいですね。いや、普通チャーシュー麺って言ったら一般のお店だと、まあ多くても7枚ぐらいが普通だと思うんですけど、ここそれ以上入ってたんで、すごい嬉しいですね。というわけで、醤油ラーメン、チャーシュー麺の大盛りですね。とりあえずスープ以外は完食です。まあ、スープは後で飲む予定だったんで、後からまた飲みます。で、次がオムライスの大盛りです。一番最初に美濃屋食堂さんに来た時に食べたのが、オムライスの大盛りを食べたんですけど、いや、ここのオムライスの大盛り大好きですね。もうすんごい美味しいですね。もうこのケチャップライスと卵との相性が抜群で、であと中に鶏肉が入ってるんですけど、この鶏肉も大きくて本当いいですね。オムライスの鶏肉はほんと小さいんですけど、ここ結構大きめに入ってるんで、
すんごいがっつり感があってよかったです。とりあえず自分はこの 水分の取る量がちょっと多すぎるのが結構弱点かもしれないですね。普通にお店とか行ってもピッチャー1本は絶対飲みますから、水分の摂取量をちょっと控えた方がいいかもしれないですね。はい、というわけで、オムライスの大盛り完食です。で、次がカツカレーの大盛りです。いや、ここのカツすんごい美味しいんですよね。この有名なデカ盛りがオムライスの大盛りと、あとカツ丼の大盛りが結構有名なイメージがあるんですけど、いやでもやっぱり分かりますね。それはもうカツすんごい美味しいですから。もうとんかつが美味しいんで、次はオムライスにとんかつトッピングしてみようかななんて。いやでもここの美濃屋食堂さんは本当嬉しいですね。並盛りでも結構量あるんですけど、この大盛りにしても料金が少ししか変わらないっていうのがすんごい嬉しいところですね。確か大盛りで100円増しぐらいだったかな、150円かそれぐらいだったと思うんですけど、それで結構な大盛りになるんで、これはもう素晴らしいですね。
もうすぐでカツカレーの大盛り完食ですね。でもこういう食堂いいですね、本当に。はい、というわけで完食ですね。で最後は、チャーシュー麺のスープです。まあ本来ならラーメンのスープは飲まなくても大丈夫なんですけど、まあとりあえず自分はまあ会員を目指してね、どうしても綺麗に食べたくなっちゃうんで、はい、というわけで美濃屋食堂さんの、チャーシュー麺大盛り、オムライス大盛り、カツカレーの大盛り完食です。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。